海底には正体不明の恐ろしい存在がある？ようこそ、ナビゲーターのルカです。今回は魔の海域で起きた不可思議な現象を解明していきましょう。その海域とはバミューダトライアングルです。世界には船や飛行機が航行を飛行中に忽然と姿を消してしまう魔の海域があると噂されています。その原因は未だに不明であるものの、ミステリー好きの間ではよく知られている存在です。皆さんもこの海域の話を聞いたことがあるのではないでしょうか。バミューダトライアングルにまつわり、アメリカと中国が極秘に進めていると言われているプロジェクトの存在をご紹介します。実はバミューダトライアングルの謎と米中のプロジェクトには、あの有名なカナダ人科学者が関係しているとかいないとか、一体どういうことでしょうか。早速見ていきましょう。バミューダトライアングルで発生する怪異現象、まずはバミューダトライアングルがどこにあるのかを確認しましょう。バミューダトライアングルはフロリダ半島の先端と大西洋上に位置するプエルトリコ、バミューダ諸島を三角形に結んだ海域のことを指します。この海域では不可思議な怪異現象が昔から次々と発生してきたとされます。こうした事件にはいずれも共通点があります。それはバミューダ海域を航行飛行中、行方不明になる寸前にコンパスや電子機器が必ずと言っていいほど狂うことです。本当にそうなのでしょうか。事例を見てみましょう。1991年にアメリカ海軍機がこの海域で高度上昇の連絡を発信しました。すると海軍機はレーダーから突如として消えてしまったのでした。2005年6月にはアメリカの軽飛行機が消息不明となりました。軽飛行機には3人の乗客が乗っていましたが、彼らもまた姿を消してしまいました。2015年11月にはアメリカの貨物船が行方不明になりました。現在でもなお貨物船も33人の船員も見つかっていません。とはいえ、数あるバミューダトライアングルでの行方不明事件の中で最も有名な事件といえばフライト19事件でしょう。1945年12月、飛行訓練をしていたアメリカ海軍機がこの海域で忽然と消息を絶った事件です。海軍機に搭乗していた兵士は姿をくらます前にこのようなことを訴えていました。どっちが西かもわからない、何もかも変だ、方向がつかめない、海さえ普通じゃない。そして次の報告を最後に兵士たちは消息不明となりました。白い水に突入した。アメリカは兵士たちを捜索しましたが、乗組員たちは見つからず、飛行機の残骸も全く見つかりませんでした。さらに不思議なことには、乗組員たちと海軍機を探した捜索機も姿を消したのでした。13人の乗員とともに。やはりバミューダトライアングル事件ではどの事例でもコンパスや電子機器が狂うようです。なぜでしょうか。この謎を解決しようとたくさんの人が知恵を振り絞った結果、それぞれの回答を出しました。次にその人たちの回答を見ていきましょう。バミューダトライアングルの怪異事件をめぐる7つの仮説、まずは非科学的ともいえる説を見てみましょう。ある説が注目したのはバミューダトライアングルが持つ三角形の形でした。三角形といえばピラミッドが思い浮かびますが、このピラミッドパワーが働いてブラックホールが形成されたのではないかといいます。ブラックホール形成説に説得力があるのはブラックホールによって重力が歪められたとする点です。しかしそれではなぜ海水が存在するのかという点には全く回答していません。アトランティス文明との関係を唱える説もあります。アトランティス文明が失われたのはバミューダ海域周辺に沈んだからだといいます。しかしこのように主張するのは預言者のエドガー・ケーシーただ一人です。アトランティス文明がバミューダ海域に存在していたことを示す証拠はありません。クラーケンというモンスターが船を遭難させたのだとする説もあります。非常に面白いですが、これが通用するのは SF 映画の中だけでしょう。ここまでは
非科学的な説明を見てきました。科学的に考えられる説は何でしょうか。科学的に考えて容易に思いつくのは、天候が急変したからだという仮説です。バミューダトライアングルの周辺海域では、ハリケーンは年間500以上も発生します。海域には目印がなく、それが捜索を一層困難にさせています。メキシコ湾の海流が残骸を遠くに運んでしまえば、乗組員たちも飛行機も見つけることはできません。おそらく海軍機や貨物船はこのハリケーンに巻き込まれたのだろうと考えられています。しかし天候急変説では説明できない問題があります。それはフライト19事件で隊員が発した言葉です。姿を消す直前、隊員は白い水に突入したと言いました。ハリケーンが発生するときに突入した白い水とは何だったのでしょうか。天候急変説では残骸が見つからない原因については説明できても、白い水の謎を解くことができないのです。そこで別の説が唱えられました。これはコンパスや電子機器が狂うという点に着目した説でした。この説では、バミューダトライアングルでは磁力異常が多く発生するのではないかと言います。この説は天候急変説よりも説得力があると言われていますが、それは南大西洋上の宇宙空間ではある現象が発生しているからでした。それは宇宙のバミューダトライアングルと呼ばれる現象です。南大西洋の上空にある宇宙空間、つまりチリからジンバブエにかけては地球の磁場が一番弱いと言います。そのため人工衛星の電子機器が狂ってしまうことがあります。この地域において海上でも地球の磁場が弱いのであれば、航行中の船や飛行中の飛行機に積まれた電子機器は磁場の弱さに影響されて動作がおかしくなるかもしれません。またマイクロバースト説も唱えられました。これは冷気の塊が地面に落下し破裂したかのような強風を突如巻き起こす現象です。強風に突然巻き込まれて遭難・墜落事故につながりかねない事象です。しかもこの強風は単なる風ではありません。レーダーに捉えられず、数々の事故を説明することができるのです。しかし、マイクロバーストも天候急変説と同じように反論されることがありました。マイクロバーストは危険性の高い現象でありながら、発生するのは低空に限られます。飛行機は低空飛行をしていたわけではありませんから、そのためマイクロバースト説も飛行機の失踪事件の完璧な仮説となりませんでした。最近唱えられているのはメタンハイドレート説です。バミューダ海域は暖かい海流の流れ込みやすい海域です。メタンハイドレートは温度差がわずかでもメタンガスを放出します。このメタンガスが船にとっては厄介です。なぜならメタンガスは船の浮力を奪ったり、海中で大爆発して船を遭難させたりするからです。もちろん飛行機にとっても厄介ものです。飛行機はエンジンがメタンを吸い込んで不完全燃焼させ、しまいには墜落してしまいます。結局、どの説が正しいのかについて明確な答えは出ていません。しかし、信憑性がないように見えても、考えてみれば納得のいくような説があります。それは、バミューダトライアングルには宇宙人のエイリアンステーションが存在するという説です。にわかには信じられませんが、エイリアンステーション説は他の説にも増して信じられるような点があります。ここからはこのエイリアンステーション説について詳しく見ていきましょう。バミューダ海域の海底に存在するスペースアーク、スペースアーク、それは古代宇宙船という意味です。地球のどこに古代宇宙船があるのかと思ってしまいますが、スペースアークはバミューダトライアングルに存在するとも言われています。というのも、バミューダトライアングルにはエイリアンステーションがあるとされるからです。このスペースアークを地球に持ってきたのは、もちろん宇宙人でした。古代の地球に訪れた宇宙人が、スペースアークという宇宙船に乗ってやってきたのでした。スペースアークは、実は南極大陸にも、地球を越えて月や火星にもあると言われています。バミューダトライアングルの海底以外にも、様々な場所にあるのですね。自分はバミューダトライアングルの海底に沈んでいるスペースアークのミッションに参加した。
そんな驚きの証言をしたのが、アメリカ軍に従事する現役兵士でした。彼はこのスペースアークについて、2008年に驚きの告発をしました。この現役兵士によると、彼は軍からの命令を受けて大西洋上に向かいました。なんと、大西洋上にはドーナツ型の巨大な船が浮かんでいました。海底では中国軍兵士が待っていると言われていました。彼によれば、月にあるスペースアークを発見したのは中国軍だったそうです。アメリカのチームはそのスペースアークを調査させてもらったお礼に、バミューダにある宇宙船を中国と共同で調査しているとのことでした。兵士はその船からスペースアークのある海底へ降りていきました。中国軍兵士はスペースアークに関してアメリカ軍と共同調査を進めているところでした。彼が他の兵士たちとスペースアーク内部に入ろうとすると、ハミングするような声がずっと聞こえてきました。声におじけづいて中に入ろうとしない兵士たちを、中国軍兵士はバカにしているように見えました。とうとう船内に入ると、彼らはすでに何人かが船内にいることに気がつきました。アメリカ人と中国人の他にも、メキシコ人らしき人々がいました。メキシコ人らしき人々は、アステカの古代文明で話されていた言語を話しているようでした。そして彼らは不思議な現象を体験しました。時間がスローモーションに流れるような感覚がしたのです。手を振るとその手は何重にも重なって見えました。そんな不思議な感覚を覚えながら、彼はどうやらこのスペースアークはアステカ文明ともつながりがあるようだと考えました。彼らが船内の最深部に着くと、壁には古代アステカの象形文字が描かれていたからです。アステカ人たちはその象形文字を見て泣きながら喜んでいました。まるで象形文字を見たことで彼らの寺院に書かれた古代文字の謎が一気に解けたかのようでした。スペースアークには何かトンネルのようなものが続いていました。しかしアメリカ人と中国人の兵士たちはそこへ行くことを許されませんでした。ところがアステカ人たちはトンネルをくぐっていけました。そしてトンネルをくぐったアステカ人が戻ってくることはありませんでした。どうやらスペースアークはアクセスできる人物を限定しているようでした。突然船内に生えていた藻が光を発し始めました。同時に兵士たちは平和で幸せな気持ちになりました。その現役兵士はこの現象を宇宙船の軌道と表現しています。皆さんはこの兵士の告発をどのように思われたでしょうか。妄想に過ぎないと笑う人もいるかもしれません。一方で何か気になると思われる人もいるでしょう。それはトンネルをくぐったアステカ人が戻ってくることはなかったことではないでしょうか。もしかしたらこのトンネルはワームホールなのかもしれません。ワームホールの謎については次に迫っていきましょう。怪異なバミューダトライアングルの原因、ワームホール。あるベテランパイロットが1970年にバミューダ海域を飛行していました。そこで彼は奇妙な経験をしました。1万フィートを飛行していると周囲の雲が反時計回りで螺旋状に動き出したのです。その雲は彼の飛行機にゆっくりと向かってきました。電子機器は故障し、パイロットは無重力の感覚に誘われました。それでもなんとかその雲をくぐり抜け、地上に無事に降り立つことができました。ところが通常かかる時間より30分も早く着陸できていました。このパイロットが遭遇した雲とは何だったのでしょうか。あるカナダ人科学者の研究がその大きなヒントになっています。ジョン・ハチソンというカナダ人科学者がいます。このカナダ人科学者はバミューダトライアングルについてある仮説を提唱しました。その仮説はこの兵士の告発と合わせて考えると、ワームホールについて納得のいく答えが見えてきます。ハチソンは後にハチソン効果という名前が付けられることになる発見をしました。それは1979年のことです。ハチソンは金属を溶かしたり、物が横に動くときには自然に白熱を帯びて崩壊させたり、触れているときは燃えないという現象を見つけたのです。しかしハチソン効果の現象はこれだけではありません。彼は
実験をした際に灰色がかった霧が自然に発生するのを見たそうです。異なる波長を持つ電磁波が相互作用することによって物が宙に浮かんでとてつもない速さで飛ぶという現象もこの効果によって生じ得ます。それではなぜ異なる波長を持つ電磁波が相互作用することでこのような現象が起きるのでしょうか。ハチソンはこの原因を電子霧だと考えています。ハチソンが実験で見た霧が電子霧なのでしょう。こうした実験結果からハチソンは何らかの自然の力によって電子霧が発生し航空機が崩壊または別の次元や領域に移動した可能性が高いと考えました。これこそがバミューダトライアングルの謎についての彼の考察です。本当にバミューダトライアングルでは電子霧が発生したのでしょうか。ハチソンの考えが正しいことを示唆する事例が先ほど挙げたパイロットの例です。あの雲は普通の雲ではなくハチソンが発見した電子霧だったのかもしれません。そう考えればパイロットが通常より30分も早く着陸できた理由がわかります。そこで立てられる仮説がワームホールによる消失説です。海底に沈んでいるスペースアークが起動しそれに伴って電子霧が発生したこと、船舶や飛行機はこの電子霧によって生じたワームホールに突入したこと、それによって別の領域、別次元に移動したこと、ワームホールによる消失説は今まで見てきたことを思えば信憑性はあります。まずアメリカ海軍兵士が告発したアステカ人を別の領域へ飛ばした謎のトンネル、これはスペースアーク内部に存在していたと思われます。バミューダトライアングルにエイリアンステーションが存在しているというのもハチソン効果と合わせて考えられることです。ベテランパイロットが経験した雲によって通常かかる時間より30分も早く着陸した事実も電子霧によって作り出されたワームホールを通過したからだと言えそうです。しかもアメリカと中国がスペースアークを共同研究しているともなればバミューダトライアングルは国際政治の重要な鍵を握っているとも考えられます。このように魔の海域で起こる怪異現象はスペースアークのワームホールが引き起こしているからと説明できるのかもしれません。また国際政治の行き先を決定しているとも言えそうです。今後の動向に注目ですね。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。フリードリヒ・ニーチェ、善悪の彼岸、146節。ようこそ、ナビゲーターのルカです。あなたは、誰もが穏やかで平和に暮らせる理想郷があればいいなと思ったことはありませんか？絶え間なく続く紛争や侵略、今日の命すら知れない貧しい日々を送る人々、テレビからはフードロスやエネルギー問題で混沌とした状況を伝えるニュース、誰かが誰かに向けて銃を撃つ瞬間、自ら命を絶つ選択をする人々、ネットでは批判や罵詈雑言が増え、息苦しさと窮屈さ、人類とウイルスの向かう先は共存となるか、それとも宇宙から見た地球は青く澄んで美しいのに、地表では多くの争いや悲しみがあふれ破滅へ向かっているようにも感じてしまいます。ところがとある噂によると、争いも悲しみもない精神性の高い人々が暮らす平和な場所が地球に存在しているというのです。それは地球の内側、奥深く深淵にあるシャンバラなのだとか。シャンバラの噂。シャンバラとはインド仏教、チベット密教の経典カーラチャクラタントラに登場する理想郷とされる場所です。大きな7つの山に囲まれた都市で、12の属国と領主が存在し、さらに100もの属国で形成され、まるでハスの花が開いた時のような姿で存在すると言われています。都市には10億もの人々が住むとも伝えられていますが、地球上でそのような人口が住む未発見の場所はなく、一般的には、実在しない神話の世界であると受け止められてきました。しかし、チベットのダライラマ14世は、シャンバラは目には見えないが、この世に実在する世界である、と断言。それでは、シャンバラとは一体どこに存在するのでしょうか。
シャンバラの候補地について、物質時代から精神時代に移行した近年は地球空洞説との結びつきが強まり、シャンバラは地球内部の空洞の中に存在するという説が広まりつつあります。地球内部の空洞はシャンバラやアルザル、地底世界やインナーアースなど様々な名称で呼ばれ、多くの噂や都市伝説が囁かれています。そこに住んでいる人々もアトランティス人の末裔やレムリア人の子孫、地底人など諸説ありますが、私たち人類は地球の内部を実際に調査し確認する術がありません。地球の表面は50キロほどの地殻で覆われていることは分かっていますが、その先を調べることはできず、地底空間や地底人について完全に否定する情報も持たないのです。人類史上で初めて地球空洞説を発表したのは1600年代後半、イギリスの天文学者でハレー彗星を発見した人物としても知られるエドモンド・ハレーでした。1700年代の初めにはスイスの数学者レオンハルト・オイラーが、地球内部にはまるで太陽のような輝く星が存在していると提唱しました。1800年代になるとアメリカ陸軍の大尉であったジョン・シムズが、北極と南極に巨大な海溝部があり、内部は5層の球体からなると発表しています。どの説もこれまで否定的な都市伝説として扱われてきましたが、ただの噂として否定できないことに気づき始めている人たちが増えてきているようです。第二次世界大戦以降の調査活動。第二次世界大戦中に数々の残虐非道の限りを尽くした第三帝国総統アドルフ・ヒトラー、ユダヤ人虐殺など悪しき行為を支持し指導する権力者であった彼は、地球空洞説を信じていた人物の一人でした。ヒトラー政権下では UFO が製造されたり、宇宙開発事業が行われるなど、戦争以外でも多くの分野で開発を進めましたが、彼自身が霊能者であったという噂や精神世界に浸水したことから、地底世界への入り口を必死に探し回っていたとも言われています。実際にチベットへ調査隊を派遣し、調査隊はチベット付近で発見した石の彫像を持ち帰ったことがありました。その彫像は2000年代に入ってドイツやイタリアの研究チームの研究により、少なくとも1000年以上前に作られたもので、モンゴルとロシアの国境近くへおよそ1万5000年前に落下した隕石から削り出されたものであることが判明しています。当時の調査隊もそれは把握していたらしく、宇宙や地底世界への探求心が強かったヒトラーの執念が垣間見えます。また第二次世界大戦が終わった翌年の1946年、アメリカ海軍がメインとなり、ソ連の部隊、イギリスやノルウェーの船団も参加し支援したハイジャンプ作戦が決行されました。この作戦は南極探検が目的であり、人工衛星基地を建設するための下見でもありました。ところが驚くべきことに、アメリカ政府が南極へ送ったのはヘリや水蒸気、水陸両用の戦車を多数積載したアメリカ軍空母や軍艦が13隻、潜水艦まで追随し、派遣された兵士の数はおよそ4700名にも上ったとされています。まるで世界大戦にでも向かうような構成だったハイジャンプ作戦は、結果的に南極沿岸の広範囲を航空写真で撮影しており、大いに科学的意義がある成果を上げました。そして調査を終え帰国する船上で開かれた記者会見で、衝撃的な事件が起こります。記者会見に出席した航空機パイロットのバード少将が驚愕のコメントを残したのです。アメリカは敵対地域に対してすぐに防衛網を張らなければならない。第三次世界大戦では南極から北極まで驚異的なスピードで飛ぶ兵器を所有する相手と戦うこととなるだろう。この発言は、南極調査で新たな仮想敵を発見したためだ。南極で彼らは高度文明を持つ生命体と遭遇した、などの憶測をかきたて、瞬く間に世界中に発信されました。発言の真意を問う声や、再調査をすべきだという声が上がったものの、バード少将は帰国後すぐに病院へ入院させられたりと、徹底的にマスコミから遠ざけられ、発言の真意を問う機会は設けられませんでした。後に
バード少将の甥によって、叔父が南極でのことを口外しない誓約書にサインさせられたことを明かしています。退院した後は、ひっそりと暮らしていたバード少将ですが、亡くなる直前に南極調査で起きた出来事を書き残しています。その中には、南極調査でいくつもの不可解な事件やトラブルが起こっていたこと、バード少将自身も飛行中に行方不明になったこと、そこで地底世界へ迷い込んでしまったことが記されています。それまで長年、疑似科学として否定されてきた地底世界について実在したことを証言したバード少将。彼が記した内容は、まさに地球の内部にあるとされた地底世界を彷彿とさせるものでした。航空機による調査中、遭難したバード少将は、とある地点で光に包まれた後、突如として緑豊かな大地の上を飛行していました。その地では、美しい金色の髪をした一見人間のように見えるマスターと名乗る住人たちと出会ったそうです。その中でも、閣下と呼ばれる人物と会い、地底世界や地表世界のことなど説明を受けたというのです。そして話の中で、人類の核についても警告を受けたと述べています。多くの疑問と謎を残したまま、現在もオカルト界隈の都市伝説として語られているバード少将の体験談。しかし、古来の世界より人類が信仰してきた宗教や民族文化と照らし合わせてみると、不可解に一致する点がいくつも浮かび上がってきます。地底世界への入り口。チベット密教やインド仏教で語り継がれてきたシャンバラ伝説では、入り口について様々な説があります。例えば、ポタラ宮殿の地下にある扉だったり、チベットの奥地であったり、シャスタ山のどこかだとする説など、情報は錯綜しています。しかし近年では、地底世界へ通ずる穴がある場所として、最も有力視されているのは、北極と南極でしょう。実は、かねてより、北極と南極には巨大な穴があり、それこそが地底世界への入り口だという噂はありました。過去には、NASA が北極にある巨大な穴を撮影したことがあり、地球空洞説を示す証拠に違いないとして議論が巻き起こりました。しかし、なぜ北極と南極が地底世界への入り口とする説が有力なのでしょうか。その理由は、地球の磁力線により発生したプラズマにありました。磁力線は南極から北極へ向けて円を描くように流れ、北極から地球の内部中心を通って南極から出てくるという循環ができています。この流れが南極と北極の両方に歪みやねじれを作り出し、プラズマトンネルが発生して地底内部に亜空間が作られているというのです。バード少将は地底世界に入り込む際に光に包まれたと証言していましたが、それはプラズマトンネルに突入した瞬間だったのかもしれません。実は、地底世界と地底人について綴られているのは、噂話や都市伝説だけではありません。世界中で信仰されている仏教の経典、法華経で、地底世界と地底人の存在を彷彿とさせる場面があるのです。ブッダが悟りを開いたとき、巨大な美しい宝塔が地中から出現し、原点で家宝と記される正常な国土の悟りを開いた多宝如来が、ブッダと法華経を褒めたたえた場面です。もしかしたら、地底世界に高度な精神性を持った存在がいるとする噂の原点は、法華経なのかもしれません。また、十字呪術本という場面では、亀裂が入った大地から人のような姿をした者たちが現れたという場面があります。金色を身にまとった姿と表現されていますが、バード少将が地底世界で遭遇した存在も金色の髪をしていたと伝えられています。そして、大地から現れた者たちを、ブッダは、これらの愚法者たちは、この世界の大地の下にある中空の世界に住んでいる、と紹介しています。これは、南極と北極に流れる磁場線から生まれるプラズマが作り出した、地底内部の亜空間を指しているようにも思えます。さらに神話ではなく、いくつかの民族の間で北極の入り口や地底世界に関する言い伝えも残されています。北極圏で暮らすエスキモーの人々の間では、北の果てに近づいてはならない、そこには恐ろしい魔人が住んでおり、あの世の入り口の門番をしている、人間はそこへ入ることを許されておらず、
近づけば命を失う、と語り継がれています。北欧では北極にウルティマ・トゥーレと呼ばれる民族の故郷があるとも伝えられています。北の果てにもかかわらず、雪や氷は存在せず、暖かな気候と植物が生い茂る場所だとされているのです。これもやはり、バード少将が地底世界へ迷い込んだ時の光景と通ずるものがあり、バード少将が見たものが事実だとするならば、仏教で語り継がれてきた神話というものも、実は神話に見せかけた現実を綴ったものなのかもしれません。そして近年、神話や伝承、ましてや都市伝説とは無縁と思われる人物が、地底人に関する極秘事項を暴露し、話題になりました。元アメリカ国家安全保障局、NSA の職員だった人物で、ロシアへ亡命したエドワード・スノーデン氏です。彼は、地底世界と地底人について、衝撃的な発言を残しています。アメリカ国防高等研究計画局の関係者の多くは、地球のマントルに、現世人類よりもはるかに知的な人類種が存在していると知っている。過去数十億年もの間、地球で唯一安定した場所がマントルであり、そこに住むというのは理にかなった判断だ。アメリカ大統領は毎日のように地底人の活動の要約を受け取る。地底人の超高度文明と戦争が起これば、地表に住む我々人間はほとんど生き残れないことをアナリストたちは分かっている。スノーデン氏の話が真実かどうか、私たちは確かめる術を持たず、完全に信用できる証拠も目にしていないため、100% 信じることは難しいでしょう。しかし、噂話やオカルトではなく、データとロジックを重要視する機関で、地底人と地底世界の存在が明らかであっても、一般大衆に公表されない理由は察しがつきます。これまでに、このチャンネルでいくつもの都市伝説を紹介してきましたが、どれも興味深い情報や証言がありながら、大きな力によって抑圧され、一部界隈のオカルト話のように扱われてきていることもまた、この世界の真実でしょう。仏教や神話、民族の伝承で語り継がれてきたものと、バード少将が目撃したもの、地球の南極と北極で発生するプラズマと歪みとねじれ、多くの点でリンクするとなると、これから先、人類は過去に一生に付してきたものと、真剣に向き合わなければならない瞬間が訪れるのではないでしょうか。そして地底世界を調査して事実が明らかになったとき、私たちはさらなる決断をしなければならないことも覚悟しておく必要があるのかもしれません。あなたが今すれ違った子供、それは地底人かもしれない。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんは地球内部に何があるのか気になったことはありますか？地球内部には謎めいた何かが存在すると言われています。例えば未知の生命体がいるとかいないとか、一体地球内部では何がどんなことを起こしているのでしょうか。今回は誰も見たことがない地球内部を見てみましょう。地球内部に隠された存在。宇宙への冒険は何度も行われているのに、私たちは地球の構造については知らないことが多すぎます。ましてや、地球の内部構造についてはまだまだ未知の領域です。地層や岩石を分析すれば、内部の様子を想像し、推測することはできます。しかし、現状としては実態解明を進めるために不可欠な情報が不足しています。研究で明らかになっていることは、地球の基本的な構造です。地球は球状の層が幾重にも重なっています。球状表面から、地殻、上部マントル、下部マントル、外殻、内殻の構成になっています。特に最深部である内殻は謎だらけです。何しろ、温度が5000度から6000度もあるので、実際に調査するには限界があります。研究者たちは、これまで内閣を調査しようと試してきましたが、簡単にはいきませんでした。それでも地震波を利用して分析が何とか進められてきました。その結果、内閣だけは他の層と明らかに異なる性質を持っていることが分かりました。内閣には
別世界が広がっているのではないかという人々も現れるようになりました。別世界とはもちろん地底世界のことです。5000度から6000度もあるような内角に地底世界があるなんてありえないかもしれません。ところが世界各地には地底世界説を支持するような伝承が伝えられています。さらには地底世界説が間違っていないと思われるような証拠もあるようです。一体その伝承と証拠とは何でしょうか。実際にあった話を聞いてみましょう。地底世界から響く地獄の声。1989年のことです。ソビエト連邦がシベリアで地殻調査を行っていました。すると奇妙な音が地底から聞こえてきました。この地点はおよそ1000度と推測されています。調査チームを率いていたアザコフ氏は地下約 14.4 キロの地点まで穴を開けました。それより深く穴を掘らなかったのは 14.4 キロまで開けた時空洞に達したためでした。技術班が耐久性の探査機とマイクを空洞をめがけて下ろすと何かに苦しむ人々の不気味な叫びが聞こえてきました。それはまるで地獄から助けを求めるような叫びでした。アザコフ氏らが聞いた謎の叫びは地獄の声として語り継がれる事件となりました。録音は捏造ではないかと疑う声もあります。しかしアザコフ氏らのプロジェクトが詳細を公表していないこともあり録音の真偽は明らかではありません。実はソビエト連邦は同じ時期に別の場所で地殻調査を大規模に実施しています。その場所とはノルウェーとフィンランドの国境コラ半島です。調査隊はおよそ12キロの深さまで穴を掘りました。ソビエト連邦は地質情報を新たに掴んだだろうと言われましたがプロジェクトは1995年に強制的に終了されました。ソビエト連邦が1991年に崩壊したこともありそれ以上調査することはできないからというのが理由でした。もしかしたら公表されていないだけで地獄の声が聞こえたのかもしれません。複数の場所で行われたものの結局は収穫が少なかった地殻調査。地球の内核に何があるのかはわからないままとなりました。そんな中内核の秘密がわかるかもしれないという資料が見つかりました。それは地底世界の扉と呼ばれています。早速その扉を開いてみましょう。地底世界の扉出現。地底世界の扉はアメリカのワシントン州にあります。アダムズ山という成層火山で核火山の可能性があるとされています。アダムズ山にはネイティブアメリカンにまつわる数多くの伝承が残っています。世界的な UFO スポットとしての一面も持っています。様々に言われのある山にふさわしく2019年6月にはアダムズ山の中腹で UFO を上回る奇怪な発見がありました。発見者は地球外生命体の研究チームでした。 UFO への関心が非常に強いチームでアダムズ山では宇宙人と交信するイベントを何度も開催していたそうです。研究チームの一人であるジェームズ・ギリランド氏は事件が発生したのはそのイベントの最中であったと証言しています。アダムズ山の地下にある地底世界の扉をノックすると山の中腹に青いレーザー光が複数回当たったといいます。すると不思議な白い光が出現して点滅したそうです。まるでレーザー光に応えるかのようだったと話しています。光が点滅した意味は分からず扉が開けられることはありませんでしたが研究者たちはこの事件に関心を示しています。地底世界の生命体が地上の人間に向けて何らかのメッセージを送ってきたに違いないと捉えています。アダムズ山にはやはり地球内部へと導く地底世界への出入り口があるのかもしれません。 UFO が出入りしているという火山はアダムズ山だけではありません。メキシコのポポカテペトル山もその一つです。北アメリカ大陸一帯には UFO とつながりの深い場所が集中しているのでしょうか。地底世界の扉は南極にもあると主張する人がいます。その人物は南極の地底世界に住む地底人の秘密を世に告発したそうです。一体地底人の情報をつかんだその人物とは誰でしょうか。
また地底人とはどんな存在なのでしょうか。アメリカから場所を移して南極にある地底世界の扉を開いてみましょう。南極に存在したプレアダマイト。地底人の情報をつかみその存在を告発した人とはコーリー・グッド氏です。グッド氏は地球外生命体と交信できる直感エンパス能力を持つ人物です。彼自身の話によると、幼少期に軍事目的で米軍に拉致され、軍のプログラムに組み込まれたトレーニングを積み、その後人型地球外生命体超連邦議会の地球代表補佐として活躍した経歴を持つそうです。グッド氏には軍高官から機密情報が語られたそうです。機密情報の中には超古代遺跡に関するものがありました。超古代遺跡はナチスドイツが1939年に発見したとされています。南極大陸の地下に広がっており、2002年に発掘許可が下りて以降は米軍が調査していました。単なる遺跡ではなく、人類にとって極めて重要な意味を持つ遺跡です。というのも、南極では地球外生命体の存在を示すような痕跡が発見されているからです。例えば地底人のものと思われる楕円形の宇宙船が見つかっています。ここまで来れば皆さんもこの遺跡を超古代遺跡とは呼べないのではないかと思われるでしょう。その通りです。米軍が言うところの超古代遺跡は古代宇宙人の遺跡だったのです。グッド氏は古代宇宙人の遺跡には生命体の遺体が保管されていると言います。身長3メートルもあり、頭蓋骨の細い生命体の遺体だそうです。地底人とみられるその生命体はプレアダマイトと名付けられました。アダム以前を生きた宇宙人という意味です。彼らはおよそ5万5千年前、巨大な30機もの UFO に乗って地球にやってきました。そして定住先として南極の地下を選びました。グッド氏は2017年に米海兵隊大佐ゴンザレス氏と遺跡を訪問しました。プレアダマイトの真偽を確認するためです。遺跡訪問ではグッド氏の知り合いである地底人が案内したといいます。知り合いの地底人とはカーリーという名の地底人でした。地球内部にはアンシャルという種族が住んでいて、カーリーはその司祭であるといいます。遺跡へはアンシャルの宇宙船に乗って向かいました。南極の厚い氷の下を3キロ下降するとプレアダマイトの遺跡があるといいます。米軍から教えられた通り、遺跡内部にはプレアダマイトの遺体が残っていました。意外なことにプレアダマイトの遺体に混ざって人間の遺体もあったそうです。プレアダマイトと人間は共存していたのでしょうか。グッド氏は必ずしも平和的な共存ではなかったと考えています。プレアダマイトたちは南極で捕らえた先住民を利用して何かしらの実験をしていたのではないかと話しています。しかし本当のことは分かっていません。グッド氏に同行したゴンザレス氏はプレアダマイトのサンプルや写真を米軍に持ち帰りました。すべてが機密事項として世に公表されることはありませんでしたが、地底人と基地は米軍が今でも秘密にしているようです。米軍は近年も南極を調査しているので、何か重要な秘密があるのは確かだと思われます。南極に隠された古代宇宙人の遺跡が公表されることはあるのでしょうか。地上に出てくる地底人。謎の多い地底人ですが、実は向こうから姿を現してしまうことはあるようです。地底人が近いうちに地上へ出てくると主張するのは作家のデイビッド・ウィルコック氏です。ウィルコック氏は直感エンパス能力を持つグッド氏とも親交があります。ウィルコック氏本人は超能力者であり、預言者として知られるエドガー・ケイシーの生まれ変わりとも言われています。ウィルコック氏は地底人が近い未来に姿を現すと予言しています。ウィルコック氏によると、地底は地上の人々にとって安住の地です。有力な国の政府機関は地下に軍事基地を築く計画を秘密裏に進めています。その過程で地底人と地底文明を偶然に発見してしまいました。それ以来地上人と地底人は協力関係を築こうと努力し続けました。しかし協力関係は破綻して努力は水の泡となりました。
すると地底人は宇宙生命体に協力を要請し、そこで設けられたのが内部地球と宇宙との話し合いでした。グッド氏はそこで地上人代表として出席したのでした。宇宙生命体が地底人に求めたのは地上に姿を現すことでした。そのため私たち地上人は地底人に会うことがあるかもしれません。グリーンチルドレンの謎。宇宙の要請を踏まえた方針かどうかは分かりませんが、地底人らしき子供を見た人々がいます。地底人は時々地上で迷子になっているのです。12世紀、イギリスのとある修道士が不思議な出来事を記しました。それはサフォーク州にあるウールピットソンで起こりました。ある時、二人の子供が狼の落とし穴にはまって落ちてしまいました。見つかった姉と弟らしき子供たちは緑色の皮膚をしていました。しかも奇妙な衣服を着ており、未知の言語を話していたそうです。二人はしばらく食べ物を一切口にしませんでしたが、空豆を食べると徐々に普通の食事にも慣れたそうです。同時に肌の緑みも減っていきました。残念なことに、少年は衰弱していき亡くなってしまいます。反対に少女は元気で、現地の言葉も覚えていきました。少女は自らが地下世界の聖マーティンという場所から来たと話しました。地下世界では日が差さず、自分と同じように、緑色の肌をした人たちが薄明かりの中で暮らしているといいます。少女は少年と洞窟に迷い込み、どこからともなく聞こえてくる鐘の音を頼りに歩き続けました。すると狼の落とし穴にたどり着いたそうです。少女は後に洗礼を受けてアグネス・バリーという名を授かりました。聖マーティンには戻らず、普通の人間として地上で暮らしました。少女について分かっている最後の記録は、彼女がヘンリー2世の特使と思われる男性と結婚したことです。修道士によるこの記録は、地底人が存在するという証拠なのでしょうか。ウールピットソンの浜辺には、フォーンハム・セント・マーティンという村があります。村の周辺には鐘があるため、子供たちはその鐘に導かれてきたのではないかと言われています。緑色の肌をしているのは、子供たちが貧血であったためだとされています。低色素性貧血を起こすと赤血球が薄くなり、肌が緑色に見えるからです。ただ説明がつかないことがあります。それは少女の話した地底世界です。子供たちは本当に地底人だったのではないかと信じる人々もいます。グリーンチルドレンについて記したのは修道士だけではありません。1220年頃に書かれた英国事件史という本にもこの話が記録されています。作者はニューバーグの歴史家ウィリアムです。削除されてしまいましたが、情報源の信頼性が高いことを理由に信憑性が高いと言われています。子供たちが本当に地底人であるならば、ここで驚愕の可能性が浮上します。少女は人間の男性と結婚したので、地底人の血が地上で受け継がれているという可能性です。スペインでも地上に迷い込んだ子供の地底人の伝説が伝えられています。1887年、スペインのバンホス村の近くにある洞窟で緑色の肌をした2人の子供たちが発見されました。子供たちはアーモンド型の目を持ち、奇妙な服を着ており、村人が知らない言語を話していました。2人は大人になるのを待たずに亡くなってしまったため、それ以上のことは分かっていません。それでもウールピットソンと似たような出来事が場所と時代を違えて起こっていることは偶然以上のものを感じます。ウィルコック氏の話では、宇宙から要請されていることもあり、地球内部では今後の方針について議論が活発に行われています。今後地球では何が起こるのでしょうか。私たちには想像が全くつきませんが、内核の構造について研究を進めながら、その時を待つしかないのかもしれません。突如として足元に現れた世界、そこは地底世界だった。ようこそ、ナビゲーターのルカです。数々の物語に登場し、それにもかかわらず実在が確認されていない世界、
私たちの想像力をかきたてる世界、それが異界です。人間は昔から自分たちが住む世界とは別の世界が存在すると想像していました。異界といえばすぐに思いつくのは天国と地獄です。天国は天上にあって神や天使がいるとされる美しい世界です。科学が進歩し研究も進むうちに天国は空のさらに先にあるのではないかと考えられるようになりました。つまり天国は宇宙の頂上的で超科学的な存在を指しているのではないかということです。ここで重要なことは、科学が天国の存在を否定していないということです。それでは、天国とは対照的な存在である地獄はどうでしょうか。地獄は地面のはるか下にあって、悪行をなした者が罰を受ける世界です。天国が宇宙のはるかでも存在しているならば、地獄も冥界の神も存在するのではないでしょうか。あるいは地獄以外にも地底世界があるのではないでしょうか。つまり地底には地獄ではないもう一つの世界があるのかもしれません。今回は地底世界とその住民が存在している可能性を示す証拠をご紹介します。シェイバーミステリーと地底人。アメリカにはかつてそこに住む地底世界の住民について証言した人物がいます。リチャード・シャープ・シェイバーです。シェイバーに関しては、どのような青年期を過ごしたのか分かっていません。彼を有名にしたきっかけは、アメイジング・ストーリーズという雑誌でした。編集部のもとに、シェイバーから一通の手紙が届きました。手紙には、地球上のすべての言語の元になった原言語が書かれていました。その言語は、マンタングという名前でした。編集長レイ・パーマーは興味を持ち、マンタングを発見した方法をシェイバーに質問しました。シェイバーから返ってきた返事は、未来の人々への警告という文章でした。それは1万語にも及ぶ長文でした。内容は地底世界に関する驚くべき記述でした。非常に高度な文明を持つ存在が、太陽からの有害な放射線を避けるため、地底に都市を築いているというものでした。その存在は高潔な精神性を保ったテロと人間性が退化した邪悪なデロという種族に分かれているとのこと。デロは地上の人々をさらい、邪悪な想念と音声を利用して地上の人々を操り、悲惨な事件の元凶になっているといいます。デロは UFO に乗って宇宙に進出し、地球外にいる悪意を持つ存在と交流しているそうです。パーマーはシェイバーの原稿を編集して雑誌に掲載しました。すると雑誌は爆発的に売れ、大きな反響を呼びました。このシリーズはシェイバーミステリーと名付けられ、デロの陰謀を防ごうと行動する人々も現れました。シェイバーミステリーはケネス・アーノルド事件よりも前に出版されています。つまり世間に UFO が知られるようになるよりも前に売れるようになったのです。ケネス・アーノルド事件では、UFO が宇宙人と結びつけられ、数十年後に火山や北極の穴から地底世界と結びつけられます。シェイバーミステリーは空想物語だと言われますが、ケネス・アーノルド事件に先駆けていたことを思うと、ある程度の説得力があるようです。アポロ11号からの写真と極地入り口説。シェイバーが語ったような地底人がいる地底世界とは、一体どんな世界なのでしょうか。地底世界はアガルタと呼ばれています。これは19世紀以降の呼び方です。もともとは19世紀にインドのフランス植民地シャンデルナゴルの裁判官であったルイ・ジャコリオの著書神の子に登場する太古の太陽の都市アスガルタという名前でした。地底世界は地球空洞説が語られるなど漠然とした存在でした。アガルタが登場することで地底世界の詳細が語られるようになりました。アガルタは理想郷の名称です。文明と科学が高度に発展しており、精神性も高度に発達しているとされています。寿命も地上より長く長寿社会となっています。セントラルサンという小さな太陽が存在していると言われています。セントラルサンは地下世界で太陽の役割を果たしています。アガルタは
その高度な文明に関しては研究と議論が盛んに行われてきました。しかし肝心なその入り口に関しては謎のままでした。インドとチベットはアガルタという言葉の登場する伝説が伝わっています。両国には実際にアガルタへの入り口があると言われていますが、確実な記録はありません。20世紀になるとアガルタへの入り口と思われる映像がついに撮影されました。アメリカでは地底世界の入り口と思われる映像が撮影されました。撮影したのは誰もが知る宇宙船アポロ11号でした。望遠ではありながら、その写真には北極付近に大きな穴が開いている様子が写っています。しかしこの穴は地底世界への入り口ではないと否定されました。アラスカ沖に発生した低気圧の目であるという見解が出されたのです。とはいえこの見解を疑う声は少なくありません。後でお話ししますが、アメリカは地底世界に関する情報を隠蔽しているのではないかと言われているからです。北極は南極と並んで地底世界の入り口があると言われる最有力候補の地です。低気圧の目ではなく地底世界の入り口であると信じる人々もいます。南極はナチスドイツが進出した経緯があることで有名です。ナチスドイツは世界の覇権を握ろうとして先の戦争を起こしました。それだけではなく、超常的な未知の力に強い関心を示して研究させたと言われています。当然、アガルタにも興味を持ち、チベットにアガルタへの入り口があると聞くと、チベットの僧をベルリンに連れてこさせました。南極も超常的な力に関心を示したナチスドイツが目をつけた場所でした。アメリカン大学准教授マイケル・サーラ博士は、氷に閉ざされた山の中、あるいは氷床の下深くに大規模な秘密基地を建設していたに違いないと述べています。皆さんは飛行機が極地点上空を飛行してはいけないことをご存知でしょうか。この理由は緊急時に着陸できる空港がないため、磁場が不安定であるので支障が出るためなど様々です。それ以外にも世界の権力者にとって不都合な真実があるためという理由も考えられなくはありません。地底世界アガルタへの入り口。アポロ11号による撮影から十数年後、今度は別の場所でアガルタへの入り口が撮影されました。撮影者は旧ソ連の宇宙船ミールでした。映像には巨大な穴がぽっかりと開き、オレンジ色の光が漏れている様子が映っています。このオレンジ色の光はセントラルサンの明かりのようです。映像は世界に衝撃を与えました。そして地底世界に対する関心と研究意欲を一気に高めることになりました。しかしなぜこれだけ大きな穴が今まで見つからなかったのでしょうか。いえ、見つからなかったわけではないと言います。アメリカに代表されるような西側諸国はすでにアガルタへの入り口を知っていたと言います。元 CIA のエドワード・スノーデンは、人間より高度な知的生命体が地底世界に存在することをアメリカのトップは確信していると話しています。知的生命体の存在は不都合な真実であるため、トップが隠蔽しているだけなのだそうです。そのためアメリカなど西側諸国からアガルタへの入り口について公表されることはないはずです。アガルタへの入り口と思われる映像を公開したのは旧ソ連でした。西側諸国の直接的な影響が及ばない国なので、映像を公開することができたのかもしれません。ヒュペルボレイオスとロシアの伝説。アガルタの他にも、世界には楽園の名前が数多くあります。旧約聖書におけるエデン、チベットにおけるシャンバラなどです。ギリシア神話におけるヒュペル・ボレイオスの住む世界も楽園であり理想郷であると語られています。ヒュペル・ボレイオスとはギリシア語で北風の彼方に住む人々という意味です。ヒュペル・ボレイオスの住む世界は働くことがなく病気にかかることもないと言われています。まさに理想郷ですね。古代ギリシアの歴史家はヒュペル・ボレイオスの住む世界には徒歩でも船でも行くことができないと説明しています。入り口を見つけたとしても絶壁に宿る生命に命を奪われてしまいます。
それくらい外からの侵入を許さない世界ですから、ヒュペルボレイオスがどこに住んでいるのかについては長らく謎のままでした。近年ではヒュペルボレイオス捜索隊の隊長ワレンティナ・シャリポワが場所を特定したと主張しています。ロシアに在住しているシャリポワはロシアの北西に位置するセイドゼロ湖のそばにあるアングウンダスチョルー山がその場所だといいます。彼女が場所を特定できたのは現地の先住民族サーミ族の言い伝えを聞いたからです。サーミ族の祖先は遥か昔クイヴァーと戦っていました。クイヴァーは魔法を使いこなす巨人でした。サーミ族は力の強いクイヴァーの前に劣勢を強いられます。そこで神に救いを求めました。祈りを聞いた神は火炎と稲妻を送ってクイヴァーを打ち倒しました。クイヴァーはアングウンダスチョルー山の崖に倒れ込みました。その巨大な体は炎に包まれシルエットのように崖に焼き付きました。そのシルエットは現在も残っています。神はセイドゼロ湖とアングウンダスチョルー山付近を警備するようクイヴァーに命じました。シャリポワによるとヒュペルボレイオスの住む地を守る絶壁に宿る生命とはクイヴァーのことだといいます。その考えは的を外れてないようです。この付近はギリシアから見て北方に位置しており、船でも徒歩でも行くことができない地底世界としても成り立ちます。またギリシア神話には巨人が多数登場します。サーミ族に伝わる伝説の起源をたどれば時代的にも内容的にも合致します。果たして真相はどうなのでしょうか。消えた探検家と黄金都市 Z の存在。理想郷があれば黄金郷もあります。南アメリカのアンデス地方にはエルドラードという黄金郷が存在していたという伝説があります。エルドラードだけでなく南米にはかつて黄金都市があったと言われています。イギリスの探検家パーシー・フォーセットは黄金都市に魅了されて生涯をかけてその探索に情熱を燃やした男性でした。フォーセットはブラジルの国立図書館である文章を読んだことをきっかけに黄金都市の探索に乗り出しました。その文書はブラジル奥地を探検したポルトガル人が書いたものでした。筆者は自分が発見した古代都市の様子を詳しく記していました。フォーセットは軍人でもあったので任務で測量に出かけた時はアマゾンにも足を運んでいました。そこで得た情報を総合しアマゾンの奥地には黄金都市 Z があると考えました。早速何度も探索に出かけ支援者を見つけながら黄金都市 Z を探し続けました。アマゾンという過酷な環境に苦しんでも自身の資産が破産しても戦争が起こっても探索をやめないほどその情熱は熱いものでした。ここまで情熱を注ぐことができたのはスリランカで出会った聖者の言葉が印象に残っていたからだと言われています。その聖者は彼に次のような言葉をかけました。将来フォーセットの妻は新しい人種の父となる子供を産むだろう。そしてフォーセットは遠い南の地で息子と消息を絶つが、それは新しい文明の宮中に戻るためである。この言葉には何やら不安な予感がします。くしくも彼は聖者の言葉通りの最後を遂げることになるのです。1925年は彼が最後の捜索に出た年でした。この年は息子たちも一緒でしたが、彼はアマゾンの地で消息を絶ってしまいます。しかし彼があれほどまでに情熱を注いで探した黄金都市 Z は発見されないままです。航空写真にも彼の姿は写っていません。もしかしたら黄金都市 Z は地底世界に存在するのかもしれません。フォーセットは地底世界にたどり着き、彼の息子は新しい人種の父として生きているのかもしれません。あるいは彼は無事に帰ることができているのかもしれません。地底世界は単なる場所ではなく、オーバーテクノロジーが眠っている可能性が高いです。何しろアメリカがその事実を隠蔽していると言われているのですから。フォーセットは軍人であるため、イギリスに命令された捜索隊が見つけていて、彼の生存が国家的に隠されているとも考えられます。
各国政府の思惑もあって謎に包まれている地底世界、その謎が明らかになるとき、私たちの世界観は大きく変わることになるのでしょう。